ね、7月の5日でーす。倒れてますね、我が家の小麦が。ここの畑一番なんか良さそうな感じで、なんかかなりちょっとなびいてきたなーと思ってたんですね、最後の坊主の時に。今年短いからいいやーと思って抑制剤かけなかったのが、やっぱりかけてないから行ったなーみたいな。倒れたね、小麦ね。アマンさん的にチャラリーってやったね、これ。こんな感じです。杉山農場、今日は美瑛から視察団が来ます。太田さんです。よろしく。電動アシスト自転車を体験中です。はい、今日は7月4日ですね。今日は美瑛から岡戸町バレーション出荷組合の皆さんが来てくれました。うち芋ないんですけど、なんかバレーション出荷組合の人たち来てくれたんですね。ありがとうございます。面白かったですか？楽しかったです。ありがとうございます。また来てください。はい、ありがとうございました。また来てください。ありがとうございます。また来てください。杉山農場、トラクターね、今年買った GV ですよ。買った GV もコーティングしてもらってます。新しいうちにこうやってもらったらいいですからね。もう磨いてもらって、もうピカピカ、すごいピカピカ、めちゃくちゃいいね。杉山農場、まずデューアンだね。デューアンを追試します。さ、農協のデューアンの袋ってさ、ロープなんだよね。前もこれ言ったんだけど、このさ、なんでこういうロープなんだろうね。これ手でかけてやんなきゃやんない。ほら、こっちのさ、他のこういう北連のさ、他の肥料はさ、こうなってるでしょ。ああやって立てといたらさ、リフトから降りなくてもかけれるのにさ、ね、リュウアンだけこういうロープ。ほんとめんどくさいよね。ほら、で、これさ、肥料の底はもう、ほら、カッチカチなんだよね。カッチカチ、これ真っ平だ、真っ平、カッチカチなんだよ。カッチカチになってるから、これを角材の上に、ほら、角材を置いといて、角材の上に落としてやるんだよね。さあ、このパック釣りね、豊頃の人から譲ってもらったんだよね。あの遺跡のジャパンも譲ってくれた人が、このパック釣りを譲ってくれた。滝熊さん見てますか？このパック釣りまだ使ってますよ。これ金時ね。金時が、ほら、もうね、花咲き出しましたよ。ちらほら花が見えます。去年小豆で、今年はこう金時買って終わった後に起こして麦をまく。ね、リュウアンをね、18キロで、なんかちょっと天気予報がこの先なんかちょっと悪い予報に変わったよね。天気予報、今晩もなんか雨降る予報だけど、小麦が心配だね。でもずっとさ、最近雨マークついても、雨がさ消えちゃったけど、どうだろう、この予報は雨が降るから、ずっと雨降りだったら嫌だな。ここは今年小麦をばらまきして、8月の末にね、で来年小麦にする畑だね。その予定です。予定っていうか、もう決定です。ここ縦畝、羽田くんが巻いたところです。ここね、枕と縦畝の掛け合わせ、こう2本ずつ重ねてって羽田くんに言って、これちゃんとできてるね、ちゃんとなってます。2本ずつ重なって、2本ずつ重なってない、ちゃんとできてます。これ羽田くん見てる、この動画で。ビートの後に大豆作った時は別に追肥はしないんだけど、去年小豆の後なんで追肥してます。いろいろね、畑の都合でね、たまにビートの後に、ね、作ることもあるんで、ビートの後の時は追肥しない。やっぱりね、ビートの後って肥料結構残ってるんで、
ね、すごいでかくなるんで絶対倒れちゃうんで、ピートの後の大豆の時は追肥しないで、でここは去年小豆だったからちょっとね、やっぱちょっと肥料足りない、肥料っていうか全く無肥料で、無肥料で大豆巻いてるからまだ花は咲かない、咲かないけど今のうち巻いておきます。で昨日もファイターズロッテ戦エスコンで先制したのにまた逆転負けだね。またあんなにあった貯金はどこへ行ってしまったのか、ちょっと負けがね混んでね、また勝率5割切っちゃったね、もう貯金ゼロになってしまった。まあそれでもまだ3位、ソフトバンクがもうどんだけ離れてるのって感じ。9回の裏2アウトでね、代打清宮でね、代打清宮、いや新庄監督もやっぱ期待してね使っているんでね、ここでチャンスをね掴めたらいいんだけどね、なかなかうまくいかないね。清宮の後も万波が控えてたからね、もし清宮が一発出なくても塁に出てたらね、その後万波でまたさあ追いついて、昨日の試合もしかしたらいけたかもしれない。そこでね流れが変わってね、あ清宮期待してますよマジで。代打清宮送ったんでね、本当に活躍してほしいですね。なかなか結果が出ないですね清宮。ブロキャスは使い終わったらすぐに洗います。洗いました。杉山農場続いてここも金時をバイドしてます。ここによく見えないな。でね、これ GV で昨日ねコーティングしてもらってピカピカですよ。トラクターすごいピカピカ、超ピカピカだよ。ちょっと降りて見てみようか。じゃじゃーん、見てこの輝き、超ピカピカだよ、超ピカピカ。フェンダーもほらもうツル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 、サラサラ、めちゃくちゃいいよコーティング。バイドこんな感じだね。もう花咲いてるね、金時花咲いてます。もう咲いてます、咲き始めたんで OK だね。スピードは6キロです、こんな感じです。でビートンのバイドした時と同様に5本ずつですね。もうこれは何ももう説明いらないね、1本ずつずれていく。今日のおやつはつべつ和牛カレーでーす。はい、これつべつの農協青年部さんが視察に来てくれた時のもらったやつで取ると、これをいただきます。いただきます。ね、和牛が入ってます。和牛、和牛の牛肉が入ってます。みんな視察に行ってくれて本当にお土産たくさん持ってくれて本当にありがとうございます。本当にお土産ありがとうございます。皆さんのお土産で生活してます。この畑すごい土壌処理聞いたんで、ほら草がね全く生えてない。これカルチはノーカルチ、カルチ一回も入れないで土壌処理が効いたから、もうカルチも一回も入れないで、ほら野良小豆、去年の野良小豆が生えてるだけだ。でこれもピート同様に一発バイドです。これの自動操作のオフスイッチはもう最初からもうこれビート上の時からずっとだね。小清水の松井さんの開発したポチトンを使ってます。これほらここ押したらこのマウスのポインターが押ささる。これをほらここ USB のとこに挿して、これね USB すごい長いやつ Amazon で買って、もうトラクターの中配線隠してある。杉山農場。